町神楽坂の3キャンパスよりやってまいりました。東京理科大学よさこいソーラン部と申します。本日のスパイサー理科大の一発目は、ポケモン博士が小学生の時の夢だった藤尾と資材画をこよなく愛する鮮明な MC を添えて精一杯演舞させていただきます。皆様どうかお手拍子、お足拍子、お恥ずかしい方はお心拍子の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。行き取り来て若くちょうどれ大地を制する猛虎となりて、集る思いを天へと吠えろ。たとえ自動車水の中草の中森の中だとしても、そんなさ
よさこいソーラン部の皆さんでした。ありがとうございます。